では、進めていきますかね。若干ちょっと声の調子がまたおかしくなる。この人は、この森を抜け、東に行くとフレノールです。あ、なるほど。これで町じゃないや、村の北側に出て、強そうなんじゃがいけるかも。これですね、はい。宿屋のご主人はお姫様たちを大層もてなしたそうじゃ。わしも少しばかりの蓄えをお姫様に差し出そうかの。あんたらもお姫様を見に来たのか。この宿屋の2階にいるそうだ。これは確か、お姫様たち、この町に何の用かしらね。お姫様とお近づきになりたい。お姫様って言うから、どんなに綺麗だと、綺麗だろうと思ったけど、大したことないんだね。これは確か、痛いところなのですが、今日はお姫様がお泊まりなので、どうもすいません。二人もお供がいるなんて、さすがお姫様ね。確かこれはアリーナ姫以降の、偽物じゃなかった。なんか倒れて、いや、話して誰か助けて。これは、やられた。突然奴らが現れて姫を無理やり。おう、姫が人さらいの手に。どなたかわしらのが姫を助けてくだされ。なんか後ろに、ものすごく怪しい黒ずくめの何かしらがいますね。止まれ。それ以上近づくと姫の命はないぞ。しかし、こんな宿屋にまさかお姫様が来ているとはな。よし、者ども行くぞ。おう、姫が。これだけ。何か変わっ、大体そうですかね。お姫様と言いますと身代金。それで泊まれるように。なんとしたことが。メイが、いや、姫がさらわれてしまった。お前たち、どうか姫を助け出してほしい。すれば褒美は思いのままだ。
何を機嫌そうな顔をしておる、無礼であろう。私はお城の神官であるぞ。どこへ行けばよかったか覚えてないな、さすがにこれは。声が、ねえ、さっき犬の頃がこんな手紙を加えてきたんだ。読んでみるね。姫を返してほしくば、明日の夜、この村の宝、黄金の腕輪を、村の、墓場でいいのかな、持ってこい。なんだろう。これは先ほど来ましたの。ここは誰もおらんと。ここは、黄金の腕輪はこのと、確かにこの町の宝じゃった、しかしその宝があるばっかりに争いが絶えず、ついにその宝を南の、ということは、南の洞窟ですので、向こう側には出れる。武器は買えんのじゃな。では南へ行くと、メラゴース、これはちょっとトラウマじゃな。確か分裂をした覚えがある。倒せた。これのことかな。一応ブライがリレミと覚えておるので、結構宝あるもん。テベロ、メラゴース、メラゴースとは、ボスのメラが痛いんじゃな、これが。そして祭りが、これはお金じゃの。これは、アリーフォーミートル。これはきついの。ブラインが移り、攻撃が全く効かんだから、火の玉はちょっと、レベルが足りんかの、これは。
結構開けたつもりなんじゃが。無意味、めちゃ。素早さの種か。メラゴーストを一発で倒せないのはちょっときついな。眠ってくれたらありがたいんだ。だが、あ、寝返り。ブーライがちょっと柔らかいし、物理もちょっとダメージは。ブライに関しては武器を何も持たせておらんのだが、どっちだ、こっちじゃ、あ、間違いだな。こっん、これはきついんじゃないかも。あるいは方が効くことを。ブライ大丈夫かな、これ。これは大丈夫か。あ、ブライ死んでしもうた。え、何なんさ。ブライが死んでしまったので、リリミトンが使えぬ。ちょっとレベル足りんかのこれ。結構レベル上げしたつもりなんじゃが。これは無事に帰れるか怪しいんだが、薬草を使おうとしよう。あとは円環、逃げるはあっさりちょっと2、失敗のリスクが大きいからな。
宝箱を一個見逃しておるんだが、ちょっと取る余裕が。よし、あとは帰るだけじゃん。メラゴーストのメラが。やっぱりレベルがちょっと足りんのかな、これは。夜か。まず、ブライを生き返さなくてはいけんの。70ゴールドちょっと高いが、前回、クリフトを生き返らした時はもっと安かった気がするんじゃが、レベルで変わるんだったかな、これは。このラナルータとかあれば夜にできるんじゃが、夜になるのを待つしかないの、これ。やっぱりちょっと火力が足りん気がするの、これは。何度も言っておるが、ブライが本当に使えないな。まあ、ブライ、まあ、いくつぐらいなんだろうな。使えないというか、攻撃を集中的に食らっとるの。おう、よし。ちょっとブライ、これはブライがちょっと使えなさすぎる。いや本当にミラゴーストはトラウマでしかないんだが。せめて、ヒャド一発で、メラゴーストの正しい倒し方。
それは、わからんじゃが、これで合ってるのか。多い人引かない、増える、ミラーを打たれる。かなりきついんじゃが。ウーラーを覚えたの。とりあえず夜になるのを待たないば、もっと楽に夜にする方法があれば。確か戦闘はなかったはずなので、夜にするだけで、ちょっと戦闘が多いの。闇のランプとか、ルナルータの呪文とか欲しいな、これは。なるべくエンカウント率を下げるために平地を歩いておるのじゃが、ちょっと多いな。またそろそろ夕方になってもいい頃合いだと思うんじゃが、ちょっと暗くなったの。これでまだか。夕方だな。あ、これで夜か。よ、いやまだだな。これで OK か。BGM が変わったから、墓場だ。確か戦闘はなかったはずじゃと思う。どうやら約束のものを持ってきたらしいな。早くこっちへよこしな。はい。
確かに受け取ったぜ。じゃあ姫は返してやる。あばよ。助けてくれてありがとう。ああ、もうお姫様なんてゴリゴリだわ。ごめんね。私、本当はお姫様じゃないの。それは知ってました。私は、メイ、ただの旅芸人よ。お姫様のふりをしたらみんなよくしてくれるから、つい調子に乗っちゃっただけ。さあ、迎えも来たようだし、私そろそろ行くわ。お礼と言ってはなんだけど、この同族の会議をあなたにあげる。じゃあね、本物のお姫様。ああ、気づいてるんですね、これは。こうして、偽物の姫メイたちは町から姿を消した。そして夜が明けた。これは休んだことになっておるのかの。おはようございます。お姫様、いえ、偽の姫を助けたそうですね。さらいって怖いわね。私もさらわれたらどうしましょう。さらわれることはないと思いますが。武器屋が営業しておりますね。武器が本当に欲しいので。ここは。これを油絵装備できないか。まあ、ブライは、武器も出せても大した。次はどこへ向かう。そうですね。ただ新刊はなんか口調が悪かった覚えがあるんじゃが、あの姫様は偽物だったとか。そうよね、本物の姫様がこんな町に来るはずないわよね。南の砂漠で、バザーが開かれてるんだってね。お姉ちゃんたちも行くの？なんと何も言ってないんですけど、そこに行くことになりそう。犬がおります。では次はバザーに向かうところから、始めようかと思います。あとレベルが低いように感じるので、レベル上げも行おうかと。